はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。12日目。はい、今回はね、3アカ使った無課金攻略最後ですね、10回目やっていきたいなと思います。で、本番はね、この前回ゲットした、弁財天ね、もう入れてワイポイントアップでね、まあちょっとメンバー落ちちゃうんで、ちょっともうパリーグからセリーグに、 DH のパリーグからセリーグになった気分でピッチャーがいる状態でやるって感じなんですけど、うん、まあこれでね、今まで9回までやってきたんだけど、うん、まあちょっと9番にピッチャーがいるような感じの打線で、はい、やっていきたいなと思います。まあちょっと特攻がね、エクスカリバーしかないんですけど、まあ、種族効果高めつつ頑張ろうぜっていうメンバーで、はい、やっていきたいと思います。で、一応ね、今回はスマホ2台やってね、使ってやるので、サブアカたちはね、別のスマホでね、両手でプレイしながらやろうと思ってますんで、サブアカたちのね、現在の状況を先にお伝えいたします。はい、これ2番目のアカウントでね、現在の状況だけ、アバロン52回の読み6回の元気能力ね、26個になってます。で、一応ね、また2個落ちたのかな、うん、それなので、はい、28個になってますね。まあちょっと今回スマホ2台使うので、ちょっと本番お見せしないんですけど、うん、まあ18個ドロップって感じになってますね。まあまあですね。はい、これ3番目のアカウントでね、現在の状況はアバロン51回の読み6回で、元気ドリンク30個だから20個ドロップになってます。うん、ちょっとこれは変わんないね。はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ行きましょう。元気ドリンクのドロップは60個になりましたね。すごいな。はい、来ましたね。じゃあ行きましょう、本番。69万ですね。一応このアカウントの現在の状況は、56回元気ドリンク15個ですね。で、さらに1個ゲットということで、このアカウントは23個ドロップだから61個ドロップになったな。はい、ということで、やっていきましょう。ちょっと待ってね、16個あるんで17発ね、打てますね。はい、じゃあやっていきましょう。今回は一応今並行してね、左手にこれ持って右手に別のスマホでって感じで、まあやべ、失敗。ミッションもね、さあ真ん中で来てくれるからね。はい、ミッション来た、ラッキー。で、これをしっかりね、狙っていきましょう。モンストだとこれをパーフェクトできるんだよね。あー、失敗、もったいね。まあでもいいかな。まあこれはあんまりね、ちょっとこのセリーグ打線だとちょっと火力はあんまりなさそうなんですが、はい、まあこんな感じで電流リンクもね、16個あるんでやっていきましょう。まあ5万あればね、十分足りますね。で、こんな感じで、もう一個のね、スマホで、まあ一発ずつね、サブアカで応援してやっていきたいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じでいきましょう。323ワイポイントゲット。あ、しまった、倍もらえる、使うんだった、忘れてた。あー、一発損した。あらー、一発損した。なんてこったい。
はい、やっていきましょう。ちょっと忘れちゃいましたね。じゃあちょっと倍もらえるの。で、ちょっと倍もらえる見ていきましょう。あー、ちくしょう、なんてこった。倍もらえる使うんだったね。さあ、この配列はいいね。ミッションがないけど、配列としてはベスト。ただこれね、難しいんだよね。角度がある、かなり跳ね返りがいいんでね。3万4万6千、これミッションだったら7万ぐらいいってたかな。はい、ここで9番ピッチャーですね。どうなんだろうね、 DH つけてやった方がいいのかっていうところがあるんだけど、まあちょっとね、ワイポイント全然違うんでね。終了、お疲れ様ずら。さあ、倍どんぐらいもらえるんでしょうか。6万7千、いいね。これがマックスなのかな。646、あー、ほんと300損したね。はい、じゃあこんな感じでね、やっていきましょう。じゃあ最後の一発までね、カットしたいと思います。あー、もったいないことした。やっていきましょう。さあ、次で最後にならないね。646がマックスかな。はい、じゃあラストじゃないけど、いきましょう。7個目、7個、残り7個残してる。16個から始めたから16、15、14、13、14、15、16、17、あ、それでももう10発目ですね。10発目っていうか10個目で11発目だ。だからやっぱそれなりに食ってますね。まあでもしょうがないな。よいしょ。まあちょっとせっかく倍もらえる使ってるので、この後はね、普通に、刻むのもやりたいから。またミッション来てくれた。同じだな。これ4万ミッションだな。これ4万だよな。ちょっと3万残しちゃいましたね。そう、9番ピッチャーでミッションがすごいよくんだよな。こいつらはね、すごい跳ね返り、バウンドが速いからすごいよね。はい、ごめんなさい、ちょっと残しちゃったんで最後刻んで終わりにしましょう。倍もらえる残り12分、9分ねあるんで、まだ刻めるでしょう。10で刻んだら誰だろうな。これで11個目の元気ドリンク。6個、すごいな。11個目、16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 、
構難しいね。サブアカかなり助けたけどな。さあ10で刻んだらどんぐらいだろう。ミッション来るかな。1万いかないよね。グレートミッションで、これも普段だったらグレートミッション大変なんだけど、これがねできるんだな。うん、こんな感じか。よいしょ。あー、まただ。これスピードってどんぐらいあれになるかね。初速でかなり違うかな。本当でも300ポイント損したのが痛いな。またミスった。
一緒だよ。という感じで、まだ残りパイモライル10分あって7分あるんでね、いけるでしょう。じゃあちょっと最後の一発までまたカットしたいと思います。254ゲット、いいね。とミッションが来てね、1番ダメージになりました。じゃあラストいきましょう。まあ真ん中だけどいいかな、エクスカリバー。まあ変わんねえだろそんなに。はい、行きましょう。ミッションが最後来てほしいね。エクスカリバーの前に終わらないようにしないとな。さあ、またミッション来ちゃった。2000はでもね、フユニャンたちで行かないからね。さあ、ラストミッション来てほしいな。来たね、グレートミッション。いつもならこれが難しいんだが、このね、あ、外した。あ、でも追っかけてくれた。ということで今回もね、10クリアなりました。ちょっとワイモライルがね、まだ残り7分残ってるので、ちょっと最後ねワイポイント稼ぎもやりたいなと思います。よっしゃー、今回も無課金でね、達成できましたと。残り2発あるんで、はい、7分分ね打ちたいと思います。だからな、バイモライルどうしようかな。1個は使うか、せっかくバイモライル使ってるからな。あ、バイモライルじゃなくて元気ドリンクね。うん、はい、というわけで稼ぎが終わりましたね。残りお助けパワーが20になってるので、うん、5発ね、刻むことが最後できました。最初ね4834だったので、うん、今13347だったよ。こいしょ、8513稼ぎましたね。まあ約20連分、うん、稼げたんで、最初の一発の300分がねもったいなかったね。あれがあれば9000稼げたかなと思うので、まあヒットポイントね高いのも、あのワイポイント稼ぐ上では悪くないかなっていう感じですかね。はい、というわけで元気のリンク4個になりましたね。16個から始まりましたので、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、12個使いました、ラストね。なのでまあ大きな枠で言うと13発かな。うん、はい、まあ、最後刻んだからね、12.4 ぐらいかな。はい、という感じなんですけど、無事、10回目も終わって、さっきも言ったけどね、 Y ポイントは8500稼げました。この4個ね、貴重な4個を、まあ、今後も増やしてね、サブアカもね、無課金10回達成したいと思ってますけど、うーん、まあ3番目なかなか厳しいかな。はい、ということで英雄の賞1個やっとゲットしました。はい、完全無課金達成です。一応元気ドリンクはね全アカウントで、61個ドロップとなりました。23個18個20個ドロップって感じ。うーん、やるね。まあでも23個ドロップでしょこのアカウントで。4個余ったから19個ねドロップが必要だったっていうことだね。配布が10個あったから29個、うん、持ってやってたって感じかな。はい、そしたらせっかくいただいたので、この賞を使っていきたいと思います。今回はね、モンストでスキルがねダブルでいけるっていう目玉があって、英雄の書ね、うん、こちら期間限定で登場、一部のキャラにスキルを追加できるということで、入手方法はね今回のようなおはじき報酬や、あとはねコインでもイベントミッションでも、あとスコアタのねランキングの報酬でゲットできるということで、
うん、対象キャラクターがね、なぜかマナは入ってない、 ZZ のマナは入ってないんだけど、まあ、SSS 以上がね、対象になってますね。うん、どれがいいんでしょうね。ただ確実にこれをやった方がいいなっていうのがね、この弁財天だよね、慈しみの女神弁財天。ポカポカのね種族効果アップってあるので、まあ、これは確実にやっていいのかなと思ってます。であとはどうなんだろうね、なるべく Z ランクで使いたいなっていうところがあるので、ルシファーかな、ヒットポイントが0になった時に1だけ回復するっていう感じで。うん、あとはリンネかな、溜まった状態でスタート、これも結構ねいいので、リンネかルシファーかな。まあでもこの弁財天は確実にいいのでいいんじゃないでしょうかね。うん、大きくする、うん、まあ SSS だとねちょっとね使うか分かんないね。全ての種族ダメージアップって、ソラナキみたいなホームズもいるけど、うん、SSS だとなあんまりって感じなんだよね。はい、なのでまあ基礎性能がね高い、溜まった状態スタートか、ガブリエルさん、まあ、ただちょっと勇ましはもうね、溜まった状態スタートはね剣豪ベニマルいるからな。はい、という感じで、まあ一応ね私は満場一致なんじゃないですかね。まずは弁財天ね使いたいと思います。この種族効果アップすればね、うん、ポカポカイベントでね活躍してもらえるので、はい、英雄の章ね交換したいと思います。これを弁財天ゲットという感じで、この9番ピッチャーにね今回は使いました。一応今回ワイポイントも稼いだんでレベルも解放しましょうか。はい、という感じでスキルがね、2つになったんで、ポカポカの種族効果ね、7% アップってかなりいいですね。なのでスキルの人ねこういう時に溜め込んでるんで、こういうのもねガンガンに使っていいんじゃないかな。1個使うので、うん、1個使うで 1% なのか 2% 上がってくるのか、 1% だね。うん、なんでまあまあちょっとまだ今使い道ないから2個ぐらいにしとくかな。はい、という感じで、うん、無事今回もね、今回元気ドリンクガシャは私ダメだったんですけど、元気ドリンクはねトータル61個落ちたってことなんで、はい、所持71個3アカウントで今回からはね始めましたけど、うん、よかったんじゃないでしょうか。倍もらえるもね、8500たまったんで、はい、次からはね、サブアカで、明日はね多分、超アップとか、あ、ラストチャンスガシャね来ると思うんで、それもね回せたらなと思っております。はい、じゃあ今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、はい、無事終わりました。無課金攻略、それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。あ、ルシファーやってなかった、これ倒せんのかな。